皆さんこんにちは。正式な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらの動画では今回発売のこちらの本ですね、オンライン自宅教室企業バイブということで、こちらの本もですね、どんな方におすすめしたいのか、どんな背景で書いたのかということをお伝えしたいと思います。まずこちらの本が生まれた背景なんですが、やはり皆さんもね、ご存知のように2020年のコロナですね。それによって教室業の根底的な集客方法が、覆されるほどの大激震が走る、アナログからオンラインへっていう転換を迎えるきっかけになったのがコロナになります。私自身はもともと自分が新しいことを好きっていうことと、人がやってないことをやりながら、フロンティアなんですよね、どちらかっていうと。それによって商機を見出すタイプでずっとやってきていたので、私のクライアントさんには割と普段からそういう思考と準備をということはお伝えしてきていたんですけれども、だからといって全ての方を救うことができるわけではないので、まずはその自分の、コンサルティングさんですね、そちらの方から中心にオンライン化を進めていったっていうところから、見えてきた、皆さんと一緒に作り上げた血と汗と涙の結晶がこちらの本に知恵として詰まっています。ノウハウとしてはもちろんそういったことももちろん学んでほしいんですが、こちらに書いてあるこの、副業と副業と副業っていうことで3つ言葉を使っています。で、本の中にも言及はしてるんですけれども、副業っていうのは本業があって、もう一個違う職業だから比重はすごく低いものにはなるんだけれども、まず副業から好きなことをやってみようっていう副業ですね。で、あと副業、こちらが多分今の時代の新しい働き方なんじゃないかなと思うんですけど、同時並行でどっちが本業だかっていう概念もない、やりたいものを同時並行で全て走らすみたいな、私割とこのタイプなんですけどね、はい、っていう副業と、あとこの副業ですね、幸福を感じる仕事とはどういう仕事なのかっていう、この3つを解説しながら、かつ教室業のオンライン化ですね、これを、どういうふうに進めていくかっていう具体的な手順を前から順を追ってお伝えしています。で、この中では当然皆さんと一緒にやって成果が出た話をベースに作ってますので、混ぜていただくだけでもですね、随分今のね状態がもしもうまくいってない状態だったとしたら変わっていく大きな転換になるんじゃないかなというふうに思っています。で、こちらの本がどういう方に向くかっていうと、当然これから起業したい人とかには向くんですが、すでに教室業をやっている方でも、オンライン化をしていない方はほぼ起業する方と同等扱いになります。ゼロからになりますのでね。なのですでにやっている先生でも、自分のオンライン化っていうものは、正しいのか、どういう方向でいけてるのかっていう近道が載っているのがこの本になります。で、もう一つ忘れてはいけないのが、この本で伝えている、毎度のことなんですけれども、私3冊、こちらの本は3作目になりますが、1作目が、こちらの本ですね。で、2作目が、こちらの本なんですけども、全てに共通してお伝えしているのがマインドの保ち方ですね、はい、そのあたりも今回さらにですね、オンライン化とコロナと戦う、ないしはコロナと共存する、アフターコロナも含めてですけれども、オンライン化ということは結構ですね、いろいろなこう事象を受け入れながら、場合によっては人の批判の目にさらされることも、対面で居心地がいいリピーターの方ばっかりやってきた方には信じられないほどの荒波が来るような気分になるかもしれません。もしかしたらそのような時代にどういう気持ちを持ってやっていったらいいのかっていうマインド的な指南も入っている本です。この本を手に取っていただいた方がこうだんだんとこう気持ちがね高揚してきて、よしやるんだっていう風になったらいいなっていう思いで私書いています。ですからぜひこちらの本をですね、手に取っていただいた方は、これが未来を開く扉バイブルだと思って
ぜひ何度も何度も読んでいただけると、その分、頭の中にきちんと内容が刷り込まれて成功の道へ向かって進んでいけるんじゃないかと思います。そんな風にぜひこの本を使っていただけたらなと思い、今回ぜひ皆さんに、こちらの本をおすすめしたいと思います。それでは